はい、こんばんは。アキラのゲームへようこそ。ラスクラ実況です。昨日からですね、ラストクラウディア復帰させていただきました。まあゲームはずっと続けてたんですけどね、実況の動画の方が休んでたんですけれども、今日からですね、また引き続きラスクラやっていこうと思うんですが、まあ昨日のですね、公式生放送の発表でありましたように、来週、9月30日からですね、まあ、お知らせも来てたね。9月30日からラストクラウディア、聖剣伝説のコラボが来ます。まあ、ということで、まあ、まあ、新キャラがね、まあ、このように3体、ね、来ます。で、この3体はですね、まあ、当然ガチャももちろん引くんですけれども、まあ、引いた後ですね、当然育成しなきゃいけない。そのために必要なものになってくるって言ったら、やっぱり素材ですよね。素材を準備しなきゃいけない。で、まあ、まあ、僕も結構貯めてるんだけども、今、ね、皆さんも普通にやったら結構溜まってると思うんですね。こんな感じで。で、まあ、まずは、進化素材ですよね。まあ、最終段階まで進化させないと、そいつの能力見れないんでね、全部。最終段階までそれにあたって何が必要になってくるかって言ったら、まあ、まあ、見てる通り、星3はね、山ほどあるんですよ。で、星4が、ね、72コールとか72コールだよな。鉄板、メタルプレート。で、古代マサが35。マナジュエキ166。星の砂148、開業賞19ということで、開業賞と古代魔素がね、ちょっと心もとない。他星5はね、20個ぐらいあったらまあ足りるし、で星6もね、異界の光3個、5個あって、世界の光が3個あればまあ足りるでしょう。で、あとまあ能力解放に必要なね、この辺の小石はね、まあ一旦置いといて。これもまあまあぼちぼちあるからね、大丈夫だと思うんだけど、要は、この開業書と古代魔素、僕これで足りるんかなっていう話ね。で、まあ、一例で言うとね、これ。これがね、水冷気リラの進化素材ね。の一覧なんだけども、横に出してるけど。これで言うと、まあ、星2、星3は一旦置いといてね。星4の古代魔素が、4段階目まで限界突破させようと思ったら、3、7、15で、要は25個いる。うん。ね。まあ今現時点で、古代魔素やったら僕足りるけども、要はまあ、これが、開業者やったら足りなくなっちゃう。まあそうはならないために、ね、あと新風石とかもがね、7個ってなっちゃうけど、この辺のだから、星5は僕、割かしあるんだよ。割かし数があるっていうか、そんなに必要にはならない。これだけあったらまあ足りるだろう。ね。で、新キャラ3体ともね、もしもゲットした場合だったら多分厳しくなってくるけども。っていうことで、僕としては今、古代魔素と開業書が足りないんだ。うん。これまあ皆さんそれぞれって違うと思うけれども、でもね、多分ね、この2つが足りてないことって多いと思う。うん。なんでかわからんけど。なんか、比較的マナジュ液とかこの辺はね、たくさん持ってるんだ。まあというわけで、まあまあ、そのための素材集めをしなきゃいけないんだけど、まあそのために必要になってくる話っていうのが、まあ、イベントね、今、交換所の方でもありますからね、この辺でも。で、一応、古代魔素は全部取ったんだ。開業賞もまたね、貯めて取ろうと思うんだけども。まあ、これもそうなんだけど、要はまあ、週末の限界突破の間とか、このね、まあ、限界突破の間とか、あと、週末の、超越者のゲートとかね、回ることがまあ一番重要になってくると思うんだけども、この辺回りつつよ。この辺回りつつよね。いわゆる普通のダンジョンね、ストーリーダンジョン。で、どこならば集めやすいかって話ですよ。で、それが一つが、マルポリア洞窟の方向のもとへ。こいつですね。で、これ、ラスクラ攻略のアルテマさんからで見たんですけども、はい。マルポリア洞窟の、マルポリア溶岩窟だね。マルポリア溶岩窟の方向のもとへ。ここがね、むしろ開業所。あと紫の大小石とか落ちるようです。なので、ちょっとね、ここをですね、周回しながら、本当に、出るんか。で、どれぐらい周回スピードで回れるんかっていうのをちょっと見ていこうと思います。はい。基本的には、パーティーはね、今もうこれ育成パーティーで行ってます。はい。で、パーティー育成するのもね、レベル50まで上げたらね、クリスタルもらえるからね。そういった感じで今僕もクリスタルを貯めてます。まあ、オートでも全然大丈夫なんだけども、サクサク行くには、普通に魔法ぶっ放せば、すぐ終わります。
で、ウェーブ4なんでね、比較的、楽に回れますし、一瞬で終わります。こんな感じで。魔法強いフレンドさん連れていけば、大体終わります。まあ、ブリザードだったらブリザードでもいいんだけども。まあ、っていう今日はこんな周回をしながら少し雑談なんですけども、ラスクラね、ちょっとまあ休んでた話しようか。ラストクラウディアはまあ休んでた。一番の理由は、正直行き詰まった。行き詰まったというかね、だから別に、ゲーム自体は全然進めれるんだけど、なんとかな、目的が見えないっていうかね、育成のね。アリーナもね、全然、勝てるしね。そういった意味で少しなんか目標を見失っちゃったところがあって、休んだ。あともう一つ理由があるならば、ここのところで新作のゲームが続いた。東京ゲームショーもありましたからね、ね、ゼロンザードとか、もう僕動画出してますけども、マリオカートツアーとか、ね、結構いろんな新作のゲームがポン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 出ましてですね、まあそれを実況したかったっていうのもありました。ゼロンザードはね、すごい面白いですよ。ゼロンザードはね、引き続き練習、皆さん、もしね、まだね、動画見てない方にあったらね、ぜひ見てほしいんですけれども、すごい面白いゲームですからね。あれはだいぶ心奪われましたね。まあそう言いつつもですね、やっぱラストクラウディア戻ってきた理由っていうのが、やっぱり、展開がね、やっぱね、聖剣伝説とね、コラボ前から分かってたんでね、それがやっぱ動き出したら戻ろうとも思ってましたし、で、あとこの幻影の塔ね、塔とか、あの辺がこう、実装されていくと、やっぱり目的っていうのができてくるんでね、そういう楽しみが出てくるかなと思います。ラスクラのね、やっぱ一番の楽しみってね、やっぱ育成なんですよね。お、はい、落ちませんでした。欲しいものが落ちない。はい、今、魔法キャラ連れてくるものミスったな。適当に選んでるとこれになるからね。魔法使えますか？使えないですね。はい、じゃあ頑張りましょう。ただ殴る。まあ、ただ殴ってても普通に勝てると思うけどね。皆さんどうですか？やっぱまあ、僕の動画見られてる方ね、新しい方とかもいると思うけど、前からね、ラストクラウディアやってる方ってのも多いと思うんだけど、やっぱ、若干の秋は来たよね。中だるみはちょっと来たと思うんで。リリースされてね、ものが半年ってところで、まあそこでまあ、聖剣伝説っていうコラボをね、出してくるところはね、まあすごい準備してただろうなと思います。まあ今後その聖剣伝説コラボでね、どれぐらいの、流入プレイヤーの流入があるかどうかわかんないけれども、それなりにやっぱ盛り上がるだろうなと思う。昨日発表した感じではね、なんとかそのアークの面白みはないかな。聖剣伝説3ね、休日とか夜だけとか強くなるとかって、あの辺の効果は面白いなと思うけど、あれが、そのタイミングだけべらぼうに強くなる。めちゃくちゃパワーアップするとか言ったら面白いんやけど、それなりにやったらね、あんまりだよなと思う。はい。さあ、落ちるかな？はい、落ちませんでした。なんで落ちねえじゃねえかよ。皆さん、開業所落ちるとこ知ってませんか？知ってたら教えてください。僕も別に開業所今までね、狙って集めたことがないからね、なんとも言えないです。まあ、古代魔装の話はね、まあ、今日はいいわと思って。まあ、楽に勝てそうな感じなんで。まあ、こういう集会はね、なんていうかな、なんか他に作業しながら、それこそ僕やったら動画の編集しながらね、ポチポチオートで回るっていうのが一番多いんだけども、まあ、そういった意味では、まあ、その集会とかはね、大変だけどね、楽なのよ。言い方おかしいけどね。数はいっぱいしなきゃいけないけれども、オートで回れるっていう意味では、すごい作業芸になってしまうところもあるんですよ。ただ、そんだけ作業をできるためだけに、なんですか、装備とか、アークとかね、その辺をこう整えていくっていうのが楽しみありますね。そうそう、だからね、まあ、ユニットの育成もそうだけどね、アークの育成もしなきゃいけないからね、新しいの入ってくると。だからそこがね、まあ、さっきの行き詰まってって話にまた戻るんだけど、なんですかね、あれもこれも育てなきゃいけない。あれもしなきゃいけない、育成もしなきゃいけないってなると、素材集めとか、ソウル集めとかがね、追いつかなくなっちゃった。で、しんどくなっちゃって、まあ、実況は休んで。で、一応ね、ログインはしてたんだけど、サボってた。
あんまりやってなかった。まああの時ちゃんとしてたらね、これだけ素材もうちょっと揃ったと思うんだけどね。まあそういった意味で今ねちょっと頑張ってます。で今日含めてだからあと4日だからね、30日までね。さあ落ちますかね。落ちませんでした。まあこのようにクリアタイム4秒で回れるからね。もう一回行こうか。落ちろよね、空気読んで落ちてくれよ。レベル上げてね、あとのいわゆる石集めもねしとかなあかんなと思ってやってますね。やっぱ今でも皆さんやっぱ一番強いのは水冷気以下なんかな、こういう場合やったら、魔法とかやったら。で今回のねあのコラボキャラね、初のコラボキャラだからね、あのどれぐらいのこう強さあるかわかんないけども、そこも含めてね、できれば3体とも揃えたい、何体とも揃えたいんで、多分あの聖剣伝説ステップアップガチャは全部回る。まあコラボもそうだけどね、そのラスクラってその今後その何つうか楽しむ理由、目的、育成してね強くなるのももちろんそうなんだけども、うん、なんか強くなるための目的、理由が欲しいよね。まああのほら、今出てるやつならね、古代魔女とか、あの強いキャラ、サブクエで出てますよね。まああいつにはまだ勝ててないんだけどね。まああれなんかもだから一つ僕の中で目標になってますからね。で、まあそういった意味で、今いるキャラをね、育てたいっていうのもあるんだけども、今はどうしても、聖剣伝説のコラボに向けてですね、必要な素材を集めるっていうところに今重点を置いてやってます。さあ、廃業者落ちるかな。あ、落ちませんでした。すいません。落ちません。まあ、てな感じで、今、集会やってるんですけども、もう一個言っておきますね。あの、古代魔素。古代魔素。よく落ちるところ。で、紹介されてるのが、まあ、一般的にね、攻略サイトとかに載ってるのは、やっぱり、地下封域ベランダの巨石の刻印。確かに、あっこよく落ちます。で、まあ、あっこもそうなんだけど、僕のおすすめっていうか、僕がよく回ってるところを言っとくと、地下雰囲気ベランダもね、確かにね、よく出るんだよ。このね、ベランダの巨石の刻印ね。これ、どこだ、これ。これ。ここもよく落ちるんだけど、僕がよく回ってるのはもうここですね。ここ。静寂に包まれた氷窟。ここよく回ってます。まあ、というのが、あとここ、モンスターのソウルが結構落ちるんですよ。スケルトンと、も落ちるし、うん。ゴローも落ちるし、で、ポックルも落ちる。で、まあそういった意味で、ここを、静寂に包まれた氷窟はよく回っています。はい。ここもで、あほで、こだいますも落ちるんでね。回ってるんで。まあ参考にしてもらえばなと思います。今日ですね、結局、開業者落ちなかったんで、この後もですね、明日の夜もまた動画出そうと思うんで、明日の夜は動画出せるんかな。まあそれまでにですね、ちょっと頑張って、集めておいて、まあ、結果の報告とかできればなと思って、やろうかなと思います。てな感じで。今日はですね、そういう来週30日に来る聖剣伝説コラボ、それに向けてですね、必要な準備、素材集めの、クエスト周回しながらの座談という動画になりました。本日もご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価、コメントなどお待ちしています。なんとか明日も動画のね、更新したいかなと思いますんで、よかったらチャンネル登録お願いします。それでは皆さん、次の動画でお会いしましょう。ではまた。